先輩の優勢です。2024年1月20日、世界周遊41日目です。ということで、今どこにいるかというと、モンゴルの首都ウランバートルに来ているよ。今回はウランバートルにある日本人慰霊碑を訪れて、その歴史について紹介したいと思います。それでは、レッツゴー。マシャラ旅、今回もモンゴル国。1945年から1947年にかけて日本人に対して行われたシベリア抑留、首都ウランバートルにある日本人慰霊碑を訪れる様子です。それではどうぞ。現在の気温マイナス27度です。私が今いるのは、以前の動画で紹介したスフバートル広場です。この広場周辺にはシベリア抑留で強制労働させられた日本人が建設した建物がすごくたくさん残っています。第二次世界大戦末期、広島に原爆が落とされた2日後、1945年8月8日ソ連が日本に対して宣戦布告をしました。いわゆる対日参戦ですね。この対日参戦なんですが、実はソ連軍だけではなくて、当時のモンゴル人民共和国、モンゴル人民軍も一緒に参戦していました。そのモンゴル軍が侵攻したのは満州、そして内モンゴル自治区です。そこにいた日本兵、それから民間人が捕虜としてここモンゴルの地に連行されました。連行された人数は約1万2000人です。その中の約1600人がこの地で亡くなったそうです。ということで、その、ね、亡くなった方たちの慰霊碑がこのモンゴルウランバートルにあるので、これからそこに行きたいと思います。広場から日本人慰霊碑まではバスで行くことができます。広場前のバス停で M2 のバスに乗るとだいたい40分ぐらいで、日本人慰霊碑に到着します。はい、ということで到着しました。でここでまた別のバスに乗り換えなんですけど、ちょっとね、待ち時間が1時間ぐらいあるらしいので、歩いた方が早いですね。ここの景色すごい。それではバス停から40分ぐらい歩きたいと思います。このいい景色見ながらだったらきっとすぐですね。山の斜面に、また走り出した、山の斜面に小さな家がね、たくさんあってすごく素敵です。この辺の家は敷地内にゲルがあることがあります。橋の真ん中までやってきました。私のこの後ろの白いところが川です。歩いていたらちょうどバスが来たのでバスに乗りました。バスの番号は27番です。料金は一律500トゥブルグなので日本円で約20円。到着です。ここが最寄りのバス停。ここからはね、徒歩5分ぐらいです。はい、とりあえず入り口に到着しました。入り口には合掌している仏像が安置されてます。入り口に到着したんですが、その慰霊碑はね、結構遠いですね。歩いたらどのぐらいかかるだろう。まあ、とりあえず歩きたいと思います。ちなみに入り口にはこんな感じで
記念公園って書いてあります。結構ね、雪が深い。防水の靴だからいいけど。はい、そしてこんな墓石というか石がありました。殉難の御霊安らかに。この先に慰霊碑があるので行きたいと思います。ここにもね、合掌している仏様がいます。はい、ということで到着しました。こちらが日本人慰霊碑です。モンゴルウランバートルで強制労働させられて約1600人の日本人が亡くなりました。彼らは、ね、希望を持って仕事をしていたわけですが、残念ながら日本に帰ることができずにそのままここで亡くなりました。ということでね、私たちの先輩そして祖先に、敬意を払い、また感謝の気持ちを込めて、ここでちょっと合唱したいと思います。こちらを読み上げようと思います。日本人死亡者慰霊碑。先の大戦の後、1945年から1947年までの間に祖国への帰還を望みながら、この大地で亡くなられた日本人の方々を偲び、平和への思いを込めてこの碑を建設するということで、作られたのが平成13年10月15日だそうです。はい、ということで今日はシベリア抑留で亡くなった日本人の方々の慰霊碑を訪れました。ちょっとでもね、このモンゴルの地にも日本人が抑留兵として連行されたっていうね、その歴史を知ってもらえたら嬉しいです。ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。